阪ラブフラップをお聞きの皆さん、そして下翔さん、こんにちは。見合いのしずくとりのんです。見合いのラブフラップへの出演は初めてです。はい、まずは自己紹介からさせてください。私からいきます。東京都出身、19歳、今年20歳になります。最近フルーツ折りにハマっているしずくです。はい、じゃあ私行きます。岡山県出身、17歳、ポジティブ姫担当りのんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、私たちデビュー決定から約5ヶ月間ぐらい経ちましたけど、はい、それこそりのんとこうやって2人でラジオに出させていただくのは初めてなんですけど、プライベートとかだと結構私はりんりんにいじられることが多くて特にりのんはよくびっくりさせてくるんですけど、うん、私はすごくびっくり症なのであって驚かされるのが苦手なんですけど、彼女はそんなのもお構いなしに毎回わってね、はい、しーちゃん時差でびっくりする感じ、わっね、ちょっと時差があるのが面白いんです。はい、そんな感じでやらせてもらってます。はい、はい、さあ、そんな見合いのしずくとりのんによる今日の責任編集プレイリストは、ゴールデンウィークみんなで集まって踊りたい歌いたい3曲をテーマにお届けします。はい、お届けします。ではまず1曲目に選んだのは YOASOBI さんのアイドルです。私自身すごくこの曲は大好きな曲で、うん、何より曲がすごくテンションが上がる雰囲気なので、うんうんうん、やっぱりイントロが流れた瞬間から絶対に、ね、盛り上がること間違いないし、うん、やっぱりすごく今すごく有名な曲なので、うん、みんなも知ってると思うので、やっぱりこう集まってこれが流れたら盛り上がりそう、ねね、盛り上がり間違いなしじゃないかなと思います。うん、はい、続いて2曲目に私りのんが選んだのはゆいさんのハローです。この曲はですね、私が小さい時から大好きな曲なんですけど、うんうん、映画パラダイスキスの主題歌ということで、すごくその時からずっと聴いてるんですけど、うん、この曲はすごく春にぴったりな曲でもあるし、すごく甘い恋の恋曲なので、それで私が大好きっていう部分もあるので、やっぱりミーアイは11人の女の子たちが集まったグループなので、ね、うん、こういった可愛い曲みんなもすごくキュンキュンできるんじゃないかなっていうふうに思います。いいね、うん、またYOASOBIさんのアイドルとまた違ったね、ちょっとまた違う感じ で、ね、うん、いい感じです。はい、そしてラスト3曲目に選んだのはもちろんこちら、ミーアイのデビューシングル未来からクリックです。まずデビューシングル未来はミーアイの新たな旅路への希望が込められた作品となっています。はい、タイトル曲クリックにはクリックして新しい未来を切り開いていくという意味が込められていて、はい、繰り返し出てくるクリックのフレーズに合わせたキャッチーな振り付けだったり、やっぱり MV では11人で息を合わせたダンスブレイクなどもね、見どころなので、ね、見どころです。このね、クリックは振り付けはね、プロデュース101ジャパンザガールズでもおなじみのゆめきさんです。はい、ゆめきさんとなっていますけども、はい、練習とか大変だったよね。すごい大変で、やっぱり結構細かい動作がすごくこのダンス多いので、うんうんうん、ダンスブレイクっていってそれ揃える部分もたくさんあるんですけど、うん、それぞれ個人の個性に合ったような振り付けも作ってくださったので、そうね、うん、どうやって自分がそれを表現するか、振りを自分のものにするかっていうのがすごく難しかったかなっていう感じがします、うんうんうん、ね、やっぱりこの私たちみんなで頑張って、うん、こう完成させたので、やっぱりその MV だったりもぜひ見てくださったら嬉しいです。はい、見てください。はい、それではミーアイのしずくとりのんによる責任編集プレイリスト、3曲続けてお聴きください。
That's right. Click, click, click. パスを照らす光。Let's click, click. 切り開くの。秒針ティックティック。運命ピックピック。Click, click, click. You call on. You and me. でも夢も叶う。ずっと一緒だから。Run it, run it, run it. Run it, run it now. Run it, run it, run it.のしずくとりのんによる責任編集プレイリストいかがでしたか？どうでしたか？ね、すごいなんか3曲さ全部違った、うん、全然違う、ね、でもなんかどちらかというとすごく全部テンションが上がるというか、確かに確かに気持ちがすごく高ぶるような曲がたくさん多かったかなっていう感じがあります、うんうん、すごくこれはまた私たち以外にもミーアイの他の9人のメンバーと一緒に聴いて、ね、カラオケとかでも歌ったりしたいね。めっちゃ盛り上がりそうね。めっちゃ盛り上がりそうですね。ね、はい、それでは改めてお知らせです。ミーアイのデビューシングル未来は現在発売中です、はい、皆さんたくさん聴いてください。お願いします。はい、そしてライブもあります。世界最大級の K カルチャーフェスティバル K コンの日本公演 K コンジャパン2024に出演します。はい、ありがとうございま す。はい、私たちミーアイもドキドキワクワクしてます。大阪の皆さんとも会場でお会いできると嬉しいです。はい、ということで今日メッセージをお届けしたのはミーアイのリノンとしずくでした。この後も FM 大阪ラブフラップで楽しんでくださいね。バイバーイ。